むくむからね。この列車は3両で到着します。到着します。足元の黄色い電池ブロックまでお下がりください。列車が到着します。はい、ということでね、さあやってきましたよ。いやー、帰り道いろいろとまたやりましたね。もう迷子になりまくってですね、広島から四日市に帰るつもりが気がついたらね、秋北区の亀山と四日市っていうね、同じ四日市って書くところで間違えて行っちゃいましたね。四日市役場ってね、ところでコーヒーを飲んでですね、道を改めて聞きましてですね、さあこれでね、もうそこからね、まだ1時間経ってないですよ。ね、1時間経たずにですね、無事四日市に着きましたね。ということで、ここは三重県四日市の JR 四日市駅。あれ？いや、早く着いたなと思ったけど。五日市。わあ、これやってしまった。ってことでね、まあ、今回も茶番でございます。もしかしたら世の中には、JR のね、四日市駅とね、五日市駅を間違える人がいるかもしれません。ということでね、こう間違えてしまいました。さあ、大変だ。でも大丈夫です。きっと五日市から帰る方法があるはずです。ね、JR の線路はきっとつながっているはずです。ということでですね、もし万が一四日市市民の方がね、三重県の四日市市民の方が間違えて、五日市駅に、ね来てしまった場合、ね、名古屋から来てしまうかもしれません。その時のためにですね、今回はですね、ちょっと五日市の駅の周りをね、ふらっと取って、そこからね、また四日市に帰っていこうと思いますよ。ちなみに、三重の四日市駅と違って、五日市駅は共有ホームになってるんですかね、共有というか、駅舎は一緒なんですね。広島市電と。広島電鉄か、ね、一緒なんですね。四日市はね、あの JR と近鉄が分かれていて、JR の駅はもう閑散としておって、近鉄の駅の方がまあ繁華街、こんなのまあ四日市市民内であれば当たり前のことですが、あっと思ったら繋がってはないの、これよいしょよいしょ、はあ、別に駅舎が繋がってるわけじゃないですね。なるほどね、JR の方はこっちから出たらいいのかな。一番乗り場で、あ、そうやね、あ、繋がってるわけではないですね。一度改札を出て行くってことなんですね。さて、では出ますか。ということで、さあ来ましたね。ここは佐伯区なんですね。佐伯区でいいのかな。こんな感じらしいです。あ、佐伯ですね。佐伯区民センターですね。で、ここはいわゆる JR の五日市駅。と広園。でもすぐ横ですね。さあ、広園になってんだね。五日市はやはり地方を走るんですね。ね、四日市も改札組が来て起動しますからね、特急内に。こんな感じに、左側が JR で、右側が電鉄なんですね。広電さん。で、ここから降りると、あ、上りと下りで、
行きの方も違うんや。5から出た方がいいかな。スロープも国道2号だよ。そっかそっか。3号はそうですね。だいぶ構造は四日市駅と違いますね。何せね、ただね、あんまり余剰にしとれませんよね。何せね、四日市まで帰らないといけないんですよね。よいしょ。さあ、フルファクトリーなんか見ますけど、そういえばね、昼飯ね、買ったらちょっと公園でね、かとかで、ね、食べたいってあるんですけどね。よいしょ。さあ、ということでね、五日市に来ましたよと。ね、間違えて四日市から四日市に行ったと思うのか、間違えて五日市に行ってしまった。まあ、仕方ないんで、ちょっと広い五日市の街をね、見ていこうと思いますよ。ね、四日市にあるもあるものと、ね、五日市にしかないものとかね、まあ、いろいろと見るんじゃないですか。まあ、少なくとも、広島銀行は四日市ではないですよね。駅前の感じは、駅前の感じはこれ今北口の方で言ったら、でも南口の方のがメインなのかな、よくわかんないです。あ、ちなみにあの南、あれですね、東西に走っとって北口南口なんですね。JR 四日市駅は、まあ、北口も南口もないですけど、近鉄の場合はあの近鉄の四日市駅の場合は西口東口ですよ。南北に電車が走ってますからね。結構くたばとしよう。お店ですね。うん。でもこっちで結構いろいろありますね。福屋。セブン。福屋さん。福屋さん。どうなんでしょう、フードウェア、地下に F もあるってことなんで、力うどんね、力そばって多いですね。なんかうちは力うどんっていうと、どうしてもあの餅の入ったうどんのイメージが強いですけど、こちらではやっぱうどん屋さんの名前として定着してるみたいですね。あちこちに見かけますね。どっちが司会とか何も分かってませんからね。なんかこっちの方が商店街とかある感じなのかな、全然わかんないですね。あ、でもこんなところに高級食パン専門店なんてありますよ。昨日は、あ、これは四日市にもぜひ出店してほしいですね。口溶け工場800円、すごいな、800円で。レーズンタイプのやつは980円。あ、一気に800円ったらすごいですね。高級ですね。いや、確かにね、本当に食パンだけ売ってるみたいですね。これはさすがに、ここは広島風お好み焼きね。8名美味しいですね、やっぱ広島のこういう焼きはね。どうなんでしょう、これは今回も広島でやっぱしね、広島のお好み焼き食べましたけど、やっぱし広島の人はご飯はつけないでしょうね。まあそばとはでね、小麦で、まあ小麦ですけど、それで食として成り立つんでしょうね。リングスクスイミングスクールもありますね。さすが五日市。いや、四日市と張り合ってきますね。鈴木タクシー。でも本当にタクシーが全部こう方やね、こっちは。どっちかどう行きゃええんやろ。よいしょ。ね、ここ走ってるタクシーも、小型ですね。四日市は小型ってめったに見かけませんもんね。なんか豆のタヌキで豆だ。へえ、何のお店なんでしょう。魚料理なのかな。
豆とたぬきって書いてあるけど、あ、クリーニング屋さん、すごいすごい、昔ながらな、現役でやってるみたいですね、クリーニング屋さん。へえ、すごい。いやー、でもよく帰っても探せばクリーニング屋さんはあるはずです。どこか、なんか JCT 五日市駅前なんていうマンションですかね、あるんですね。あ、でもマンションは四日市だってありますよ。でも JCT ではないですね。おや、すごいとこ通ったな。証明はないですもんね。地名だけですね。三重っていう証明はありますけど、よくその三重県四日市市三重ってのがあるんですけど、三重団地ね。これはかなり行くんだ。死んだかなーってな感じのところに聞きましたね。なんかこれ昔の街道とかなんですかね、どうなんでしょう。今ぐらいもう幼稚園は終わる時間なのか、なんか早い気もしますけどね。もうセブンイレブンも出てきましたし、ほうほうほう、なんですか、腹ペコ劇場。いろいろありますね。よいしょ。アイオンズマンションはよく行ってまいりますよ。笑いオンズマンション五日市。1-16。よく行ってもね、ライオンズマンション四日市はありますからね。これ向こう渡っといた方がいいかな。この辺りは五日市郵便局ってあるんですかね。どうなんでしょう。廿日市がここ、いやでも広島やから、どうなんでしょう。郵便局にはそのあたりをちゃんとお前前もってしとけよって言うよ。五日市っていう街があるなんて、おで、つい最近知りましたからね。でもまあ12時間最大1000円ってことは、まあまあ街中ね、そこそこ値段取ってますもんね。24時間最大700円とか600円とかになってきたら、ちょっと外れてきたのかなと思いますけど。これは区役所前なんやね。区役所前駅来た。きっとこっち渡っといた方がいいんやろ。なんかこれ渡ってやっぱ国道2号線の方に出てたらより栄えてくる感じなんじゃないですかね。渡れるかな、これ。そう、 JR 渡ったらすぐにまた電車通過って、で広電の駅があると、なんと近鉄不動産あるんや。お、なんか一気に四日市感出てきたじゃないですか。私四日市のね、近鉄不動産が実は結構行ったことがありましたね。あの移転してからね。これ四日市感ありますね。まあ電停はいいですね。やっぱこまめにね、駅もあるんで。こういう駅間散歩みたいなのやるのにちょうどいいですね。もう広島でやろうかな。広島いいですね。あと広島でなんですね、新金じゃなくて新組が多いですよね。広島新券信用組合って、ね、東海地方だと信用金庫の方が多いですけど、
あまり信用金庫の看板見ないですね、そういえば。あ、こっちの方がいかにも街道って感じですね。これ国道2号なのかな。ああ、佐伯区役所がここにあって、区役所がここにあって、吉野家もホットモットもありますね。おお。あ、でも吉野家とホットモット、ドコモも大丈夫です。ドコモショップも四日市にもありますね。まだ大丈夫ですね。春山もありますね。ファミリーマートもあります。よしよしよし。大丈夫大丈夫。これはなかなかいい五分と五分の戦いじゃないですか。何の戦いなんだよくわかりませんけど。これは海老蔵のっていうところになるらしいですね。あれ。ここは初回転なの。違うか。なんか今、廿日市って書いてあるね。廿日市って書いてありますけど、これはあれか。NTT の、というか、中電ね。中電の管轄が、そっちの管轄に入ってるってことなんでしょうね。東京スパゾンもありますね。そうですよ。よかったと言えばね、萬古焼ですからね。どうかな、萬古焼はあるかな。有田焼きと備前焼きじゃありますね。あ、難しい。遠いことなのが萬古焼きやったかな、やっぱり。四日市という書いてあるはずですからね。やっぱ少しは廿日市の文字もだいぶ出てくるようになりますね、この辺りは。一で言ったら、おそらく広島の市街地に出るよりも廿日市の方に出たそうなのが近いんでしょうね。廿日市行ったことがないんでね、どんな街か分かりませんけど、サンクエルってこれやったらあれなんですけど、宮島街道ですよ、これがね、宮島、厳島の方ですね、行くわけですよね。まあ、それは自然があっちの。こうね、宮島行くよって走ってますもんね。ハンコか。あ、これ回廊園って読むんや。あ、で佐伯区やから間違いない。広島市ですね。回廊園。エビ、思いっきりエビゾの地立ってましたね。申し訳ございません。お詫びして訂正いたします。ということで結構歩いてんね。あ、これで五日市港入り口、港あるんですか。五日市、あら、これもまた四日市と一緒じゃないですか。え、どっち行ったら港な。南の方向いてた港なんですよね。やっぱね、四日市市民たるもの、これ港は比較しないといけませんね。果たして五日市の港とね、四日市の港ね、どちらの方が、ね、大きいのか。いや、四日市はなかなか大きいですからね、港としては。まあ、ちょっともうクレとね、豊島を見て、あ、すげえなーってなってるところではありますけど、これはちょっといつかちょっと張り合えるんじゃないですか。どうでしょうね。ちょっといつか一個覗いていきましょうか。港に向かってみましょう。絶対や、すげえピカチュウになってますね。お、こっちの寺もありますね。原田美容院、いや、原田美容院ってね、大きな四日市にも探せばあるんじゃないですか。原田クリニック、原田病院とかは洪水の開業とかで、あんま総合病院ではないですけど ね、すごい大きいですね。救急搬送もできる、まあそれでしょうね、この規模ですからね。あ、港っぽくなってきましたね。違うかな。でもなんか物流倉庫みたいなのがありますよね。ってことはこれ港なんじゃないですか。商工センターもあるんですね。五日市南小学校なんてあるんですね。挨拶で笑顔の花咲く街づくりね、ですね。挨拶大事ですからね。五日市交番なんてありますね。駅前にも交番いますよ。こっちにはこっちで交番あるんですね。お、マリーナとか文字が出てきましたね。これはだいぶ港に近づいてるんじゃないですか。ただ私一つだけ心配してることがあります。私港に行きゃバスの一つでも走ってるので駅前まで行けるやろうと思ってましたけど、これバス停の一つ見当たらないですね。だってこれ普通ね、バスが走るんやったらここにバス停ありますよね。あれ、これはまずいですね。五日市漁港フィッシャーリーナ
宮原だから、いや逆なんでちょっと見えないですけどね、こんな感じで。どうですか、見えます、見えないかな、ちょっと見えなさそうですね。いや外すごいですね、今日雲の感じがちょうど日差しをこう隠してくれてる感じでね、いいんですけど。でもなんか港は港でもなんかだいぶ四日市港とは様相が違いますね。なんか何でしょう、なんなんでしょうね、もう分かりないです。ポンプ場ってなってますね。はあ、これで港なんかな。あ、すごいですね、めっちゃ橋がドーンとかかっとって、何の神社か分かりませんけど、鳥居だけポンとありますね。ハーバー船着き場になってるんですね。すごい立派な橋ですね。あれこんなグイーッと残ってこんな感じのね。ただこれどうやって帰ろう。これ私帰ることちゃんと考えずにやってますね。広島市街の方には抜けれるみたいですけど、一回ちょっとちゃんとスマホで調べてみましょうかね。その前に何でしょう、このすごい大きい施設がありますね。なんだこれ、学校？学校っぽいな、すごい綺麗ですね。めっちゃ綺麗ね、新しく作ったって感じのね、あれですよね。あれは大山さんのところの倉庫か。あそこに那覇港も見えますね、ホームセンターの。なるほど、そうですか。どうやらバスは走ってないらしいですね。そうですか、地図ナビで見てみましょうか。あら、海老山南ってとこですけど、なるほど、ストンと、南に、ちょうどこの海老山を、全く感じで行けるのかな。じゃあここを曲がった方がいいのか。公園があるんや、すごいな。よし、とりあえずまあ時間的にはね結構まずいですね。よっしゃ、えらいこっちゃえらいこっちゃ。はあ、はあ、えらい寄り道しまくりましたからね。よいしょ。ちなみにこの建物とか何なんですか、かなと思ったら、やっぱり学校みたいですね。両端とも、広島渚中学校高等学校ってなってますね。あ、なるほど。あ、私立の中高一貫校って感じか。あ、そうですね。学校法人、これは鶴学園でいいんでしょうかね。広島渚中学校高等学校ってなってますね。なるほど、道を挟んでこう学校があるわけですね。あ、通りでね、綺麗な建物ですね。ね、すぐそこら辺とかもなんかお高級な感じがしますね。すごいな。とあれ映せないですけど、すごいね、全部芝生なんやね。見た感じ人工芝かなって感じですけど。ね、人工芝張ってありますね、ブランド全体に。すごいな。
とりあえず港の方に来ちゃダメですね。もうちょっと駅側の方で、国道沿いあたりをねずっと行っとけばね、何かしらいろいろ店はある感じでしたからね。よしね、覚えておきましょう。これでも四日市の人が間違えて五日市に来ても大丈夫ですよ、ね、こっちの港の方まで出てくる必要はないですよね。これまあ今日はずっと坂道歩いてたんでね、それと比べるとだいぶ楽になりましたけど、でもあれこれ二十日市かかってくるの、ね、二十日市の案内になってますけど、けん玉マスコット、あれなんか呉市もなんかけん玉やってましたよね、なんでしょうね、あの呉市のねけん玉なんてのありましたけど、子供教育センター、子供教育センターがこういったところにあるんですね。これは市の施設なのかな、広島市西部子供教育センターになってますかね。あと渡そうかな。あ、こっちもなんかグラウンドみたいになってくる。これも学園の施設なんでしょうかね。こっちはなんか天然芝ですね。これ幸福の施設なのかな、どうなのかな。ブランドとしては分かれてますよね、さっきのところと。よし、このマンションはマンション、すごい高いマンション建ってますね。すごいな。こんだけ高いと上の方風とかすごそうです。すごいですよね。見晴らしはきっといいんでしょうね。瀬戸内海とかから四国の方まできっと見渡せるんでしょうけど、私こういうところの方は、これはですね、高所恐怖症の私からすると、うわ、どうしてそんなところにね高いお値段出して住もうと思うのかってね、なんかスパンどっちにしろねお金ないですから、そんなとこ住めるわけもないんですけど、私の場合ね、はい、さあ分かりませんけどね。これは渚公園、あ、さっきの渚公園小学校、あ、これも鶴学園ってなってるから一緒の学園がこう小学校もこっちにあるんですね。へえ、すごい。で、この学園とかを中心にというか、ね、すごい高級住宅街の感じのここにあるところですね。うん、すごいな、ね、ちょっとした田園調布みたいな思うこともありますよね。すごい、ね、あんま大きな、ね、あれは言いませんけど、今たまたま、ね、通りかかったおじいさんが持っとる封筒見たことあるところやなと思って、あれ四日市の企業さんの封筒でしたね。なんでしょう、四日市からこちらの方に来られたんでしょうかね。これ本当にこれ合ってるんでしょうね。本格的には合ってるはずなんですよ。すごいな、これ何階建てな、修正階あるんでしょう。すごい、あ、いや、グランドもある。整備されてますね、街が。やっぱこれだけ住宅街があるんならバス停の人作っといてもいいじゃないですかって言いたくなりますけど、まあもう皆さん車を持ってますもんね。私もこういうところでした、多分本来でした車で来るところですけど、いや公園で、あの道行ったらいいのかな、あの道行ったら良さそうですね。よいしょ、楽器演奏を禁止、きっとあったんでしょうね、そういう何かが。すごいですね、タワー、ね、そっちは海、ね、
ねずっと行けばね五日市駅の方に行くはずなんですけどね、合ってんのかな本当に。だいぶ不安になってきましたよ。今回ももう早送りキル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 になりそうですね。もしかもちょっとカットするとこも出そうですよ。これノーカットでやったら怒られるのはまた、ね、公園も広いしいいですね。こういうところすごいですね。まあまあでもそんなにきつくはない方ですかね。今ちょっとここね登ってるから今きついなって、きついなと思ってます。ちなみにこれ、片車線同士なんですね。向こう側に反対車線の道路があって広いですね。そこを考えると、2車線道路を2つで4車線にしてる感じですね。なんか高速みたいですけど、かなりの高速な道路ですけど、おそらく五日市港に届いた港に届いた荷物が主に、広島の市街地の方物流に流すのに、きっとこのバイパスも活用されてるじゃないかな、ですからきっと四日市におけるね、まあ、四日市港の場合四日市に着いたのかまた名古屋の方に流れていたりとかってあるじゃないですかね。名四国道がね通ったりとかそんなような感じのイメージでいいんじゃないでしょうか。これちなみに八幡川まで来ましたよ。ヘトヘトですもん。ちなみに バスはかけらんほども走ってませんね。バス停の一つもないですかね。タイムホームセンター、わこれ結構高いな。わすげえ、わあ風もすごい。ちょっと橋の上に出たら風がすごいですね。でもあっちの方見たら宮島とかはさすがに見えないですかね、ここからは。いやでもすごいわ。 あとね高いので高いし抜けた瞬間に風がバッと出てきましたんでちょっと怖い。ちょっと正直 こんな高さになってくると高所恐怖症には辛いな。ちなみになんかこちらの自転車に乗っていられる皆さんなんか顎乗せみたいなのポンと置いてありますけど、あれ何なんでしょうね。みんなついてるな。初めて見たいけど、実はたまたまね、さっき通ってた自転車もね、ついとってね、へえ、変なついとんなと思ってたんやけど、さっき通ってた自転車にも同じものがついてましたね。なんか流行の最先端かもしれません。もしかしたらなんか、青を休めてこう、ね、乗車、乗るのに最適なのか、はたまたね、何かこうスマホかなんか挟むやつなんですかね。傘とかスマホとかなんか挟めるのかな。ステージ替えざまに見てるんであんまじっくり見てないんで分かりませんけど、ああ登った、すごい。あ、フェリーとかもいっぱい来てますね。こっち行ったんですよ。なんかすげえでっけオタフクソースって見えてきましたけど、なんでしょう、オタフクソースの工場でもあるんでしょうか。そんな感じですよね。オタフクといえば広島ですもん ね、広島の二大ソースね、オタフクソースと、であとタープソースね、ちょうどね前回いやのお好み焼きいただいたところはカープソースしようってなってましたね。やっぱカープソースもカープソースで美味しいんですよね。オタフクはね四日市とかでもよく売ってますけど、カープソースはね本当広島来ないと買えないですからね。すいません、
さっきスーパー行った時にハーブソースも買っときゃよかったな。醤油の方買っちゃったんですよ。いや、醤油用醤油でね、お通し醤油ってありますからね。よいしょ。あれ、広で走ってるよ。あっちの方向かってた方がいいよな。堤防やで歩いていけるでしょ。よし、堤防ぐらい歩いていきましょうか。よいしょ。多分この道をずっと行ってもね、延々とね、五日市駅に着きませんからね。五日市駅に行かないといけないんです、私はこれから。でも沿線までは来てますけど、新谷二川橋で、ね、渡って、疲れた。ちゃんと歩道を歩かないといけません。歩道というか速道ね。まあ鴨がぷかぷか浮いてますね。まだまだ寒そうじゃないですね。まあ歩いてるのもあってちょっと汗だくですけど、私は。ちょうど車が通れなさそうな歩道があるじゃないですか、ね、いいですね。いや、でも綺麗ですね。南側からこう日が差し込むんで、まさに山陽ですね、山が綺麗に見えますね、この時間でも。この真昼の光をさんさんと浴びて、育てますから、きっと木もね、綺麗な木が生えてくることでしょう、ああ、そうですね。ああ、私多分歩きすぎてますよね、確実に。いいや、もう広電使おう。すごい、すごいアンテナ立ってますね、広島工業大学か。なるほど、私はいつの間にか私佐伯区を出て隣の区に来てたんですね。確実に行き過ぎてますね。でもきっとね、これ戻ったらすぐなんですよ、多分ね。結構息切れてきてますけど、多分その先使い地の駅なんじゃないですか。立ってみて、電停の駅は近そうな方から行きましょう。それにしたと言われたら、そこにもう電停の駅があるんだよ。乗りますよ。一駅、一区間くらいかもしれませんけど。疲れた。何区？どこなのこれ？五日市駅。鈴ヶ峰ね。鈴ヶ峰ってなんか聞き覚えな名前ですね。よし、電車来た。よし、まもなく来るんや。ちょうどよかった。アイセリケンよいしょ。これ何中大競争中高前、もうすぐ良くないですけど、もうこっちも
さあ、いや、たたと帰路につきますか。南口はこんな感じなんですね。さあ、